西日本は天気が下り坂です。夜遅くには雨の降るところがありそうです。山口さん、この後次第に雲が増えていく予想ですね。そうなんですよ、はい。特に九州はね、お帰りの時間遅くなる場合は雨具あると良さそうです、はい。ではまずこちらをご覧ください。これ現在のひまわりの雲画像なんですけれども、現在の九州地方、また中国四国地方も、薄い雲はかかっているものの、日の差しているところが多いです。ただその西側、大変分厚い雲が見えてきました。西日本エリアなんですけれども、今夜の予想天気図を見ますと、はい、大陸から前線が伸びてくる見込みでして、まあ、この周辺で発生した雲が陸地の方にも入ってくる可能性があります。雨雲の動きを見てみますと、この後についてはですね、まあ、だんだんと曇り空に九州方面から変わり始めます。そして雨雲は夜になりますと九州の東シナ海側からかかってくる見込みで、遅い時間にかけてその範囲が拡大をしていきます、はい。で今日いっぱいのところでは九州あるいは中国四国地方の西部で、雨が降る可能性がありますし、明日の朝にかけてはこの雨雲の範囲どんどん東の方に拡大をしていきまして、朝までには近畿地方でも降り出してくる見込みです。まあ、このように西日本エリア、しっかりとした雨に、まあ、この今夜遅く以降ね、変わってくることになりそうです。お帰りが遅い方は雨具を忘れずにお持ちください。西日本の雨情報に関しましては、今後もアプリウェザーニュースからご確認いただけます。